ジャパンは、矢作俊彦の長編小説。1997年11月に新庁舎より上下巻で刊行2002年3月に過筆訂正の上に上下巻を一冊にまとめて、新装版として角川書店より刊行される。2009年11月上下巻で文庫版が刊行矢作俊彦の代表作の一つとされる。 1998年文化村で孫文学賞受賞。タイトルは最後の、ん、n ぬに、が融合した文字となっており、あ、ジャ・パ・あ、ジャ・パンなどと表記されることもあるが、本項目では、あ、ジャ・パンと表記する。この小説は、戦後日本が西側と東側に分断された、分断国家として設定されており、 戦中から戦後にかけての冷戦世界が史実とは違う歴史を歩んでいる。例えば史実では1945年8月15日にポツダム宣言を受け入れ日本は降伏しているが、この小説では8月4日にソビエト軍が北海道に上陸、8月17日に世界初の原子爆弾が事故により富士山火口に投下されている。9月24日に 統計139度線を境に西側を、米国、英国、東側を、ソビエト連邦が占領し、分割された日本の戦後が始まる。小説は1990年代の昭和天皇崩御から始まる。格空の歴史の中で、田中角栄、三島幸夫、中曽根康弘、長島茂雄、加山雄三、北島三郎、明石屋三馬など、 実在の人物が全く違う立場で生きており、東西分割された日本も西ドイツと東ドイツ、南北朝鮮など実在の分断国家とは違った描かれ方をされている。例えば西側の大日本国は多くの公的サービスを主企業が担う背景主義国家として描かれ、主だった日本企業がアメリカ企業を買収しており、 吉本工業創業者一族が政治家として牽制を振るっている。一方で東側の日本人民民主主義共和国では日本統一労働党による社会主義国家となっており、戦前から存在した日本共産党はソ連の独裁者スターリンに信用されず排除されている。史実の社会主義国と同様、経済は停滞し、 国民の生活は貧しいが、社会主義国の中では異質かつ優等性的存在となっている。このように東西に分断された日本を矢作独特のパロディとスラップスティックで描いている。福田和也は作家の値打ちの中で90点と高い評価をしており、膨大な言及、パロディ、皮肉、当てこすり等は相対として到底理解不可能であり、 文庫版では著者による注釈が付されるべきだが、意地悪な作家は拒否するだろう。現代小説の中で最も翻訳されるべき作品であるとしている。大森望は、あえて分類するなら一種の改変歴史 SF ですが、最大の特徴は、実在の人物が別の顔でバンバン投与するところ、異常な熱意を持って構築された、壮大精緻なオルタネートヒストリーが、 経典同地のクライマックスに向かって、ぐんぐん盛り上がっていく後半は圧巻。ところどころ逆が滑ってる気がしないでもないが、冒険小説としても、無敵の面白さを誇る。年末の娯楽対策群の中でも、異彩を放つ決作と評している。椎名誠は、ドゥマゴ文学賞の選評で、日本の文学の規制概念を、かなり計算された号腕で、暴力的にぶち破る。この小説は、 極めて強烈なキャラクターと攻撃的な武具を身にまとっていて読むものをそいつでキリキリ差し込んできます。恣意的な毒を常に発散している作品ですと評している。多くの実在の人物が登場する。主人公である、私もある人物と同じ名前である。ありがとうございます。